獲物を狙う鋭い目つき。しかし、鋭い目つきとは裏腹に臆病な猿。捕まえたいのか、それとも捕まえてほしいのか、なんだか切ないですね。このキリギリスほどの大きさの可愛い猿は世界最小の霊長類ピグミーマーモセットです。体重は約 70g で、どんなに大きく成長しても成人男性の手のひらほどの大きさです。果物や小さな昆虫などを食べる雑食性で、可愛らしい外見のためペットとしても人気だといいます。しかし入手困難な上、その数も少なく絶滅危惧種に指定されており、購入手続きも難しいそうです。そのため費用は最低でも30万円はするといいます。実際に飼うよりこのように動画で見る方がいいかもしれませんね。